その5。パソコンを使う時の約束。やあみんな、今日はパソコンを使う時の約束について一緒に考えていくよ。授業でパソコンを使うと便利なことがたくさんあるよね。でも間違った使い方をするとパソコンが壊れてしまうんだ。それは困る。パソコンが壊れないようにするには何を気をつければいいの？それは今からみんなと一緒に考えていこうね。一緒に考えようって言ってもわかんないよ。そっか。動画を見ているみんなはわかるかな？どんな時にパソコンが壊れてしまうか、動画を一度止めてまずは自分で考えてみよう。みんな考えてくれたかな？僕からどんな時にパソコンが壊れてしまうのか5つ言うね。1つ目、落とした時。2つ目、何かにぶつかった時。3つ目、強く押さえた時。4つ目、濡れちゃった時。5つ目、パソコンが熱くなった時。この5つの時にパソコンは壊れてしまうよ。そうなんだね。気をつけないとね。みんなが考えてくれたことが他にもあったら、それも気をつけないといけないね。じゃあ今日はこの5つについて1つずつ詳しく考えていこう。落とさないようにするには、みんなはどんなことに気をつければいいかな？動画を一度止めて先生と一緒に考えてみよう。みんなのクラスではどんな意見が出たかな？例えば、本や筆箱の上にパソコンを置かないことがあるね。うわー、パソコンが落ちそう。何かにぶつからないようにするためには、みんなはどんなことに気をつければいいかな？動画を一度止めて先生と一緒に考えてみよう。みんなのクラスではどんな意見が出たかな？例えば、ボールが飛んでくるような場所に置かないなどがあるね。
ボールが飛んでくるような場所って？例えばパソコンを使いながら体育の授業をする時もあるかもしれないんだ。そんな時ボールを使った授業をしていたら、もしかしたらボールが飛んでくるかもしれないね。そう、だから教室じゃない場所でパソコンを使うときはよく考えて安全なところに置くようにしようね。強く押さえないようにするためにはみんなどんなことに気をつければいいかな？動画を一度止めて先生と一緒に考えてみよう。みんなのクラスではどんな意見が出たかな？例えばパソコンの上に体を乗せないことがあるね。パソコンが濡れないようにするためにはみんなは学校でどんなことに気をつければいいかな？動画を一度止めて先生と一緒に考えてみよう。みんなのクラスではどんな意見が出たかな？例えば濡れた手で触らないことがあるね。他にも近くに水筒を置かないってことも大事だね。パソコンが熱くならないためにはみんなはどんなことに気をつければいいかな？動画を一度止めて先生と一緒に考えてみよう。みんなのクラスではどんな意見が出たかな？例えば日の当たるところに長い時間置かないことがあるね。外でパソコンを使いながら授業をするときに気をつけないとね。教室じゃない場所で使うときはよく考えて安全な場所に置くようにしようね。みんな、パソコンを使うときに気をつけることを一緒に考えてくれてありがとう。気をつけることがよくわかったよ。僕、パソコンを大事にするね。スピッちゃん、僕たちパソコンはみんなが勉強するときにしっかり助けるから、みんなも僕たちのこと大切にしてね。じゃあ今日のまとめをするよ。パソコンはこんな時に壊れてしまうよ。落とした時、何かにぶつかった時、強く押さえた時、濡れちゃった時、パソコンが熱くなった時だよ。パソコンのこと大切に使ってね。じゃあ今日はおしまいだぴょん。バイバーイ。